こんにちは。食物栄養学科1年、菅野咲です。菊田奈央です。桜井瑠奈です。私たちは鶏肉のイタリアンを作ります。レモン汁を加え、酸味を生かした手軽にできる減塩レシピです。塩分量は 1.3g に抑えました。鶏肉は揚げるのではなく、揚げ焼きにすることでカロリーを半分にすることができます。簡単にできるので、ぜひ作ってみてください。まず肉の下味の漬けダレを作ります。あん作りをしていきます。盛り付けていきます。
します。